姿を見るがいい。俺はここにいるぞ。くるくるくるガタガタとうるさい奴め、ヤークリューたちよ、力をくれ。もういいわ。この前の水泳大会では自己ベストを出せたの。他の選手のタイムと比べても、次の新人戦ではいい順位狙えそうだな。当てるか。これで全力か。これは避けられない。ちぃ、私たちでやるしかないみたいね。万引きのように力を込めて、全員無事生き残ってサルディニアに到着したければ。もういいのかな。少し遊んでやるか。一人で勝てるわけがあるまい。お前のせこい命で俺を阻めると思っているのか。ここを貴様の墓場にしてやる。この姿では私には絶対に勝てんぞ。出すまでもあるまい。驚くことはないだろう。君がいると思っていた私の位置は。何？なんだ。実に明快な負け惜しみだ。それが負け惜しみかどうかすら、どちらでもいいこと。すでに。バカな、この俺がこんなもので。任せる。それは残念だな。逃がしはしないさ。波動の63、波動の31。孫悟空よ、もう終わりかな。愚論か。そうして言葉を軽んじるか。君は私の言葉を聞き逃す。無駄だ。ここを貴様の墓場にしてやるぞ。ヤークリューたちよ、力をくれ。なるほど。能力を知らなければ何もできないとでも思っているのか。ふん、手応えのない。何？ここを貴様の墓場にしてやるぞ。じっくり探すとするか。お前のせこい命で俺を阻めると思っているのか。貴様一人で勝てるわけがあるまい。俺がジャークリューの頂点に立つ。俺様の真の姿だ。消し飛び。確かに、そうして言葉を軽んじるから君は言葉を聞き逃す。
それじゃ意味がないだろうが。誰だそりゃ。おとなしく敵の正体を白状する。ドラグンスレイ。お前の身に一体何を。この男、まさか。あなたの記憶が耐えないと。新手のスタンド使いか。そうか、なんでだろう。私は実は滅びの第二の役か。畜生、同じ敵を狙おうぜ。相変わらず人使いが荒いようで。くらえ。敵ね、一戦車で追い払うわよ。ご苦労様です。よし、震えろ魔境。我が手に集いて力となれ。いいですよ。仕方ありません。一気に片付けちゃいますか。この命にかけてお前を倒す。少しは私たちの意見も聞いてください。この後に及んでまだとぼけるわけ。するな。どうかした。次行くわよ。それじゃ意味がないだろうが。誰がだ。そんなことあったっけ。いたのか、こんなスカな宗教に入るやつが。水に弱いみたいね。リオルも戦いに戻んなさ。私に全面的に責任があるのは認めるわ。私たちでやるしかないみたいね。任せるわ。向こうを狙ってください。さすがね。逆よ、落ちろ。ちょっと待て。遊びはこれまでだ。おや、意外にやるじゃないですか。まさかお前、この村の人たちを戦のある国に傭兵として売り込む気か。お前こそ波紋のコントロールが様になってきたじゃねえか。いいかしら、あいつに命令されてきたってわけね。これ以上私につきまとわないで。あんた、こいつは、もらった。ウイスケラム、ここを貴様の墓場にしてやるぞ。俺はここにいるぞ。なぜって。そんな。できるか。お前のせこい命で俺を阻めると思っている。
巻こうとまだまだ甘いわね。わからないの？あなたは邪魔なのよ。そんなんで大佐を困らせないでよ。バカめ、貴様一人で勝てるわけがあるまい。我ながら信じられんパワーアップだな。敵将打ち取ったり。彼らは羊揚げ派の交通に決まってるじゃないですか。親方様って天下無双かもしれない。死ねばそれだけのものだったと諦めるさ。お前が言うと冗談に聞こえ。その必要はないわ。一緒にぶちのめす。慣れ慣れしく私に話しかけるな。よし、私の炎で焼き尽くす。魔物だろうが何だろうが私がぶちのめしてやるわ。今度は俺が相手だ。やれるだけやってみるか。行くわよ。精霊たちよ、炎にもよる精霊たちよ。私が攻めるわ。この男は保身のためだけに動く邪悪。何をって言われても。我に従いしるべとなれ。大地に住まいし精霊たちよ。あんた以上に変なやつなんてこの町のどこを探してもいないでしょうが。許せない。先に行くわね。許してはいけないわ。こいつは許してはいけないと感じるわ。私が攻めるわ。もうそんなこと。でもなあちゃんね、なっとこら待て。メガブライト。大したことなかったわね。悪人に人権はない。乗り越えろよ。とどめを刺すわ。ここで引くわけには。練習相手を探しているところだったの。何？それとストッキングの替えとジバンシーの2番の頬紅。なるほどね。我が前にある敵を撃て。してる。イタリアン防具の今月号もお願い。聞きたいことがあるんだけれど答えてもらえるのかしら。見せるってことはつまりあなたと戦うってこと。これでくらえ。そんな。そんなに食えるな。俺たちはさっき死ぬかと思ったってのに。せいぜい派手に暴れるか。礼は言わないぞ。お前こそ波紋のコントロールが様になってきたじゃねえか。これはちょっと自信があるぞ。
手加減はできないな。土木工事というものはあくまで手作業で汗水垂らしてやるもんだ。友人が殺されたのだ。目の一つくらいでへこたれるか。悠長なことは言ってられんぞ。この石みたいに呪文も俺たちに戻ってくるってのか。今の俺は身も心も頭の中もクラゲなんだ。久しぶりに本気を出させてもらうぜ。うるさい、やるか田舎も。ふざけた態度は相変わらずだが、間違いなく腕を上げている。俺も負けられん。吸血鬼ごとき、ひとまとめにして倒してくれる。こいつ、ふざけた態度は相変わらずだが、間違いなく腕を上げている。俺も負けられん。お前は引っ込んでろ。アホが、そんな格好してるからだ。やっぱり受け入れられん。こっちに近づくな。真剣に考えてんだろうな。お前の助けなどいらん。これはツェペリ一族の戦いだ。触ってみな。なんちゅう情けない感じ方だ。俺が最後に見せるのは、代々受け継いだ未来に託すツェペリ魂だ。なおさらできるか。恨みこなしていこうぜ。これじゃやってられないぜ。敵か。任せておきな。そりゃあれだけ目の前で食い物ちらつかせられれば腹もすくさ。やったな。礼は言わないぞ。どうということはない。セッションだったな。なんとか片付いたか。悪いな、受けてみな。お前こそ。え、なんで俺が。ちょうどいいぜ。ここでの修行の成果を試すチャンス。あくまで決着を認める。安心したまえ。ダメージ度は C に設定しておく。いや、こんなことっていうのは。